シルエットロマンスなどのヒット曲で知られる歌手の大橋純子さん。数々の名曲が生まれる中、大橋さん自身はある苦悩を抱えていました。一時休業にまで追い込まれたそうですが、そんな大橋さんを救ったのはビートルズのメンバーだったポール・マッカートニーさんでした。一体どのような影響を与えたのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。大橋純子さんのプロフィール。本名、大橋純子。生年月日、1950年4月26日。出身地、北海道夕張市。血液型、A 型。学歴、富士女子短期大学。所属事務所、オフィスウォーカー。経歴、両親が食堂を経営していた大橋純子さんは、その食堂で幼い頃からお客さんに向けて歌っていました。人前で歌うことが好きだったため、近所の敬老会などでも歌っていたようです。短大進学後、バンド活動をしながら北海道のラジオ局の DJ になり、1971年、歌手を目指して上京しました。その後、レコード会社のオーディションを受けて合格すると、1974年にメジャーデビューを果たします。1977年に発売したシングル、シンプルラブがヒットし、その日本人離れした表現力と歌唱力で、マジョルカ世界音楽祭で3位入賞を果たすなど、海外でも高く評価されてきました。1982年のシルエットロマンスは、日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しており、1992年の愛は時を超えてもヒットを記録しています。結婚。大橋さんは1979年作曲家の佐藤健さんと結婚しましたが、入籍はしておらず、事実婚のようです。佐藤さんは大橋さんのシンプルラブをはじめとした楽曲を複数提供しており、吉川晃司さんや中森明菜さんの曲も担当したことがある作曲家です。二人の出会いは、上京したての大橋さんがアルバイトをしていたヤマハに佐藤さんも勤めていたことでした。1976年には、佐藤さんが大橋さんのバックバンドを務めるようになります。大橋さんは1984年から2年ほどニューヨークに音楽留学をしていましたが、帰ってきた日本はバンドブームで自分の居場所がなくなったように感じてしまい、入籍して主婦になると佐藤さんに言い放ちましたが、佐藤さんは逃げて入籍するのはダメと却下したそうです。そんな二人は現在も佐藤さんが今でもバックバンドを務め、公私ともに仲いい夫婦でいるようです。ポール・マッカートニーさんが与えた影響とは？大橋さんはデビュー当初、ソウルやファンク色の強い曲を歌っていました。洋楽ファンには人気がありましたが、一般受けしなかったせいか、なかなかヒット曲に恵まれなかったそうです。そこでレコード会社が方向性を変え、10枚目のシングルで、これまでとは違った楽曲をリリースすることになりました。それが、阿久悠さんが作詞をし、堤恭平さんが作曲した、黄昏マイラブで、歌謡曲色の強い一曲でした。大橋さんは、これまでの路線と違いすぎる楽曲を歌うことに難色を示していたそうですが、この曲がヒットしたのです。このヒットを逃してはいけないと思ったレコード会社は、歌謡曲路線で行くことを強く推し、当時歌謡曲のヒットを数々生み出していた木杉悦子さん、木杉孝夫さんのコンビに曲を作ってもらうことにしました。それが大ヒットを記録したシルエットロマンスで大橋さんの代表曲となりますが、当時大橋さんはある悩みを抱えていました。会社からはソロの歌謡曲ばかり求められることになりましたが、大橋さん自身はバンドと一緒にファンク路線やソウルフルな楽曲を歌いたいと思っていたのです。次第にそのストレスは大きくなり、一時休業する事態にまで発展します。その後復帰したものの、
自身のヒット曲である黄昏マイラブとシルエットロマンスは一切歌わなくなりました。ヒットした歌謡曲を封印した大橋さんですが、その封印を解くきっかけとなったのがビートルズのメンバーだったポール・マッカートニーさんでした。ある日、ポールさんのソロコンサートを見に行った時、そのコンサートはビートルズ時代の曲は歌わないという触れ込みのライブでした。ところが、途中でビートルズの大ヒット曲イエスタデイを歌い始めたのです。大橋さんは自分も聴きたかったイエスタデイを歌ってくれたことに感動し、ヒット曲というのは自分の曲というよりファンに愛された曲なんだということに気づいたのです。その瞬間にわだかまりがなくなり、それからはファンに愛される代表曲として黄昏マイラブとシルエットロマンスを歌うようになりました。ファンからするとヒット曲はいつまでも歌ってほしいものなので、わだかまりがなくなり歌い続けてくれるのは嬉しいですね。病気に襲われ、そんな大橋さんですが、2018年に食道がんを患い、治療のため休業に入ることを発表しました。2016年末の検診では見つからなかったそうですが、約2年後に初期のステージ1で発見されたといいます。食道中心部のがんだったため、治療後も歌手活動は継続できるだろうということで、手術ではなく放射線と抗がん剤治療を行い、無事にがんがなくなり退院しました。ところが同年、3年前に良性の腫瘍と診断されていたものが癌化してしまい、左胸に初期の乳腺癌が見つかったのです。大橋さんは全摘出手術を受け、その後乳房再建手術を行いました。当時を振り返り、入院中は気持ちが沈むことももちろんあったけど、夫が毎日お見舞いに来てくれて、とにかく頑張ろうと言い続けてくれたのが大きな支えでしたと夫へ感謝していました。こうして病気に打ち勝った大橋さんは、2019年に情報番組ミヤネ屋に生出演し、ヒット曲シルエットロマンスを披露。大橋さんはがんを経験して、明日何があるかわからないということを身をもって体験した、これからは一日一日を無駄にせず、ストレスをためずにサバサバと過ごしていきたいと語っています。がんを克服後の2019年には45周年記念アルバムを発売しました。アルバム発売に合わせてライブ活動も予定されていましたが、体調面を考慮し中止となっています。数々の名曲を生み出した大橋純子さん、ヒットの裏で自分のやりたいことと求められるものが違うという苦悩を抱えていたのですね。現在は体調面を考慮して活動を控えているようですが、良くなったらまた歌声を聞かせてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか。これからもヒット曲を自信を持って歌い続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。